皆さんこんにちは、みずきです。今日はですね、9点メガ割りということで、韓国でも日本でも話題のこちらのアイテムたちをご紹介していきたいと思います。かなり有名なのでご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、シカの次に注目されているセリマックスのノニシリーズです。肌荒れ中に実際にこんな感じで使い続けてみてすごく良かったので、今日は詳しくご説明していきたいと思います。そしてメガ割期間はセリマックスのアイテム最大 30% オフでご購入いただけるみたいで、すごくお得にゲットできるチャンスなので、皆さんよかったらぜひ最後までご覧ください。では早速ご紹介していきたいと思うんですけど、シカの次に注目されてるノニって何って思ってある方のために、少しノニについてお話ししていきたいと思います。まずノニはアメリカの健康食品としてすごく人気なスーパーフードで、ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど豊富な栄養分が含まれていて、神の果実と呼ばれているそうです。セリマックスのノニシリーズには約340種の栄養素を含むノニ成分がたっぷり含まれているので、荒れたお肌をしっかりケアしてくれながら栄養もしっかり与えてくれて、健康的なお肌に導いてくれます。最近韓国ではシカの次に荒れたお肌をケアしてくれるということで、すごく人気みたいです。私も1年半前くらいに韓国に住んでた時は、セリマックスのトナーもアンプルもクリームも全部使ってたくらい、韓国でもすごく人気でした。こんな感じで韓国でも日本でもすごく人気のセリマックスなんですけど、肌荒れ中の方とか乾燥が気になるっていう方にすごくおすすめのアイテムたちです。まずこちらの写真を見ていただいたらわかると思うんですけど、最近肌荒れと赤みがピークだったんですよ。本当にちょっと生活リズムが崩れるだけですぐ肌荒れするので、これはある意味チャンスだと思って、肌荒れがひどくなり始めてからはスキンケアは全てセリマックスのアイテムたちだけを使ってみました。朝も夜もトナーを塗って、セラムを塗って、クリームを塗ってっていうのを続けてたら、こんな感じでだいぶ赤みも肌荒れも落ち着いて、お肌のコンディションがかなり良くなりました。そして使用感も全てすごく良かったので、まずはこちらのトナーからテクスチャーなどお見せしていきます。まずこちらのセリマックスのノニバランシングトナーなんですけど、テクスチャーはこんな感じでサラッとしてます。使用感はサラッとしてるんですけど、お肌の奥までしっかりと浸透して潤いも与えてくれるトナーです。サラッとしてるので今からの季節すごい使いやすいと思います。そして乾燥肌の方もオイリー肌の方も皆さん使いやすいトナーなんじゃないかなと思います。そしてこちらのトナーなんですけど、精製水の代わりに先ほどご説明したノニエキスが 80% 入ってて、ノニシードオイルも含まれてます。なので荒れたお肌をケアしてくれながら、お肌の奥まで栄養と水分を与えてくれる栄養トナーです。そして弱酸性なので敏感肌の方も使いやすいと思います。そして使い方は普通に化粧水として使っても、コットンに含ませて拭き取って使っても、コットンにまたまた含ませてパックとして使っても OK です。私はその日の気分に合わせていろんな使い方をしてます。はい、という感じでまず一つ目はこちらのノニトナーと、二つ目はもうセリマックスの代表的な有名なこちらのノニアンプルをご紹介していきます。皆さん一度は見たことあったり使ったことあったりするんじゃないかなと思います。かなり有名ですよね。韓国のドラッグストアオリーブヤングでも何回も1位を取ってるノニエナジーアンプルです。他にもいろんな賞を取ってるアイテムで、こちらの 30mm がすごく人気で、大容量の 50mm が発売されたんですよ。 30mm は全て使い切ったので、今はこちらの 50mm を使ってます。そしてこちらのアンプルのいいところが、こんな感じでキャップの部分がスポイドになってて、押すだけで1回分が綺麗に出るんですよ。なので使いやすくて、そこもすごい好きなポイントです。ではテクスチャーの方をお見せしていきたいと思います。テクスチャーはこんな感じでトロッとしてるんですけど、伸ばすとサラッとお肌に浸透して全然ベタつかないです。なのでベタつくアンプルが苦手っていう方でも使いやすいと思います。
テクスチャー自体はベタベタしないんですけど、お肌に塗った後はしっとりとしてしっかり保湿されてるなってのがわかります。私はそれがすごく好きで、乾燥が気になるっていう方にぜひ使っていただきたいアイテムです。そしてメイク前にも使いやすいっていうのもすごくいいポイントだなと思います。メイク前に使うとお肌もちっとツヤっと綺麗に見せてくれるので、朝も夜も使いやすいアンプルです。今日の朝も昨日の夜もこちらのアンプルを使ってます。はい、という感じでこちらのアンプル詳しくご説明しますと、高濃縮アンプルで荒れたお肌やトラブル肌をしっかり落ち着かせてくれて、もちっとツヤのある健康的なお肌に仕上げてくれるアイテムです。今ちょうどアンプル探してるっていう方はぜひ一度使ってみてください。本当にリピートしたくなるくらい使用感も効果も良かったです。私の一押しのアンプルでした。では最後にこちらのクリームも少しお見せしていきます。こちらのクリームも使用感が私すごい好きで、最近ずっと使ってます。こちらのノニエナジーリペアクリームなんですけど、テクスチャーは柔らかくてサラッと伸びます。ベタつくこともないので、これからの季節もとても使いやすいと思います。こちらのクリームの重たすぎない感じが好きなんですよね。でもこんな感じでしっかりお肌保湿してくれます。そしてこちらのクリームもアンプルなどと同じで、荒れたお肌をしっかりケアしてくれながら、お肌の奥までしっかり保湿してくれます。こちらも私のお気に入りのクリームでした。はい、という感じで今日は大人気のセリマックスのアイテムたちをご紹介させていただきました。肌荒れ中にセリマックスのアイテムたちをライン使いしてたんですけど、お肌も落ち着いて使用感も全て良かったです。なので今肌荒れで困ってるっていう方とか、乾燥気になるっていう方とか、スキンケア変えようと思ってるっていう方は、ぜひお得な機会にセリマックスのアイテムたちチェックしてみてください。セリマックスの9点のリンクは概要欄の方に貼っておきます。はい、という感じで皆さん今日も最後まで動画ご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。